ロバート・ニコラス・ブラックバーンは、アメリカ合衆国、オクラホマ州、エーダ出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。ウチ。2001年、ミネソタツインズからドラフト29巡目で指名され、入団。右膝の故障を抱えていたが、2006年に故障が、言えてから請求が安定。球団は、ブラックバーンを有望な選手と見ていなかったが、2007年に、 トリプル A のロチェスター・レッド・ウィングスで44イニング連続無失点を記録。この活躍に伴い有望な選手の一人と見られるようになった。9月3日にメジャーデビューを果たし、閉幕までに6試合にリリーフとして登板。2008年1月に発表されたベースボールアメリカ史の有望株ランキングでブラックバームはツインズ参加で最高評価を受けた。 先発投手5番手として2008年開幕を迎えた。チーム最多の33試合の先発で11勝を記録し、新人王の投票では8位に入った。9月30日、ポストシーズン進出を争っていた、シカゴホワイトソックスと同率でシーズンを終えたため、ワンゲーム、プレイオフが開催されることに、ブラックバーンが先発し、点一イニングを投げ一失点で、 クオリティスタートを記録。しかし、チームは1対0で、シカゴホワイトソックスに敗れ、ポストシーズン進出はならず、ブラックバーンが負け投手となった。2011年までは先発ローテーション投手として、シーズンを通じて登板していたが、2012年に4勝に終わったのを最後に、右肘と右膝の故障により、メジャーでの登板が途絶え、2014年のシーズン、 終了後に現役を引退した。ありがとうございます。